アイテム番号、SCP-621JP、オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-621JP-1 はキャフー島へ入れられた状態で、サイト、81、のセーフオブジェクト収容金庫へ施錠して保管されています。財団全職員は SCP-621JP-1 の閲覧を制限されています。実験の際は D クラス職員を使用してください。説明。SCP-621JP は、SCP-621JP-1 を閲覧することで発生する認識災害です。SCP-621JP-1 は、県、小学校の図書室で発見された、A4 サイズの紙片に書かれた文書であり、紙片自体は一般的なコピー用紙であることがわかっています。SCP-621JP-1 を閲覧後、およそ1分前後で、被験者が、文章である、と認識したすべての文字列が鏡文字あるいは逆さ文字として認識されます。この反転現象は周期的に変化をするため、被験者は文章の読解が困難になります。反転現象は被験者はが SCP-621JP-1 を文章として読むことができなくても発症、図形としか認識できなくても発症します。現在までに SCP-621JP-1 に耐性がある被験者の存在が明らかになっていますが、割合や条件については現在研究中です。SCP-621JP は2000年月日、阿形山間の集落にて、学校で集団的に非識字に陥る、との事件で、最初に確認されました。現地へ赴いたエージェント名及び回収部隊員名が暴露、発症しましたが、回収部隊長の起点により同学校図書室にあった SCP-621JP-1 の収容に至りました。SCP-621JP-1 に暴露された名の児童は記憶処理及び編集済みを施し、財団が経営する特別支援学校へ編入されました。また、同時に暴露された教員の氏は本人の同意の上、財団で研究対象となっています。ほい、インタビュー記録。対象、氏。インタビュアー、結城博士。結城博士。さん、こんにちは。どうですか、落ち着かれましたか？氏。そうですね、まあ、昨日よりはだいぶ、結城さん、でしたか。結城博士。はい、結城です。氏。申し訳ない、そこの名札が、その、いまいち読みづらくて。結城博士、いいえお構いなく。それでは昨日も伺った内容ですが、再度あなたの状況を伺ってもよろしいですか？今おっしゃった、読みづらい、に関することです。し、どう話したものか。結城博士、ゆっくりと、思いつく言葉で構いません。し、文章がですね、その、読みづらいんですよ。読めないと言いますか、反対になるんですね。結城博士、反対、ですか。し、鏡文字と言うんですか、あと上下反転だったりもします。結城博士、なるほど。しかしそれも慣れれば読めるのでは？し、それが、反転が入れ替わるんですよ。さっきまでは鏡文字だったのが、ちょっと時間を置くと上下反転になったり、その逆だったり。結城博士、なるほど。でも大丈夫ですよ。我々の研究できっと元に戻ります。安心してください。し、そう、願いたいですね。このままだと本も読めない。結城博士、今日はここまでにしましょうか。明日からまたお願いしますね。し、あ、ちょっと伺いたいことが、私と一緒にいた子供たちは、彼らは大丈夫だったのですか？結城博士、子供たちには何も影響はありませんでしたよ。まだはっきりとしたことはわかりませんが、おそらく子供には効果がないものだったのでしょう。し、そうですか、よかった。本当によかった。終了報告書。CC クラスの記憶処理を施してください。オブジェクトに暴露されたのは自分だけだったように、書き換えをお願いします。ほい。2000年、月、日。小学校図書室より回収された SCP-621JP-1。正規財団職員によるは SCP-621JP-1 へのアクセスは制限されています。
特別な許可がない場合は D クラス職員のみの閲覧としてください。文書へアクセスしますか？はい、いいえ。2000年月日、小学校図書室より回収された文書。いつしか無限の鐘は鳴り、英知の代償は終わらぬ歴史でした。逃亡と生存の歴史はいつしか略奪と殺戮の連鎖へと変貌しました。罪がありました。トガがありました。憎悪がありました。進化は悪夢でした。文化は悪夢でした。歴史は悪夢でした。大事が見た夢は悪夢でした。無限の鐘は鳴りました。螺旋へ刻まれた記憶は、進化は、文化は、歴史は、先も終わりもない悪夢でした。目を塞ぎ耳を塞ぎ立ち尽くし憎悪は肥大をし、次の胎児がその夢を見るのでしょう。終わりはありませんでした。耐えることはありませんでした。許されることはありませんでした。鐘は止みません。進化の果てに無限の終わりはありません。人の世は終わるのでしょう。進化の果てに人の世は終わりが訪れるのでしょう。英知の代償発議の胎児へ受け継がれるのでしょう。鳥の、花の、獣の、胎児はまた夢を見るのでしょう。私はただ、もう忘れたい。